土曜日サンティングでございます、アカムカデの身体測定というかね、まあ、成長の記録1年2ヶ月目でございます。はい、今日はねケージ変えます。はい、まあ、本当はもうちょっと早めに変えたかったんですけれども、ちょっとまあ私自身がちょっとサボっておったのというところがあります。はい、今回こっち移してあげたいなと思います。はい、やっぱね、虫系は事前にこうやって用意してるところに移すのが一番簡単ですよね。で、一応配合的にはかなり近くしたつもりなんですけど、確か前の時ってジョジョサンドそのまま使ってたんですよね。だから砂のサイズはいろいろあったと思うんですが、今回一応ヤシ柄とバーベキューライトてかクンタン混ぜたやつにしてあります。こっち側はこの下に多分いると思いますんで、開けたら多分出てくると思います。はい、でいきますよ。ファッ、うひょひょー、はい、よし、シェルターをこっち移して埋めて、よいしょ。新しいのだから結構埋めづらい。もうシェルターもいい加減陶器じゃないのにしてやるよって話なんですけどね。はい、なんかね、色がねくすんでるんだよね。脱皮近いんじゃないかなと思ってます。何気に今まで撮影したことないけど。はい、じゃあ行きましょうか。はっ、おっよっ、完璧、めっちゃスムーズはい、新居でーす。はーい、まあ落ち着かないでしょうね。ちょっとね、あの作りたてなんで、ちょっと平らにするために軽く押しちゃったってとこもあって、今潜れないかもしれないですけど、多分この子どっかでね潜る場所作ると思います。前のあのケージの時も自分で勝手に潜る場所を作ってなんだかんだってやってたんで、そこは大丈夫かなって思いますね。やっぱちょっとなんかね、今ね色ね薄いっていうか、ちょっとなんかぼやっとした色になってるんで、脱皮すんじゃないかなって思ってるんですけど、当たらないかもしれない。はい、わかりません。脱皮の瞬間はちょっと今まで見たことないのであれなんですけど、まあ、ちょっと多分ゲジゲジの動画が上がってると思うんですけど、脱皮した後ね、自分で皮食べちゃうんでね、したのかしてないのか全くわからんというところが本当にね、この子の、そこだけが残念なところでございます。はい。ご飯ね、昨日食べたところで、昨日食べかす回収してありますんで、食欲自身はかなりあるかなという感じでございます。飯食ったから脱皮じゃねえかもなと思ったんですけどね、ちょっとこうやって、間広げといてあげます。入りやすいように。まあ、思ったよりも細かいところからシャッと入っていきますから大丈夫だと思いますけどね。はい、ムカデね、ほんとタランチュラは結構ね汚れるから、ああもうそろそろ変えたろっていう感じになるんですけど、この子ねやっぱちっちゃいから汚れないんですよね。だからいつ変えるかってめっちゃ悩ましくて、一旦変えましたけど今回、あ、掘ってますね、ほら自分でなんかね掘ってってますよねやばい、見えてない、みんなに、これこれ今掘ってってる、わかります？ほら、掘ってってる掘ってってる、すごい掘ってってんの、ゴリ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 って掘ってってる。あ、途中でやめた、途中でやめたねやめましたけど掘ってきましたね。まあ全然掘れると思うんです、このヤシ柄とバーミキュライトとクンタンの組み合わせで全然大丈夫そうですね。はい、一応割合的にはあのよいしょ、5、3、2ぐらいかな、ヤシ柄5、バミキュライト3、クンタ2ぐらいの割合で作ってあげましたけど、大丈夫そうですね。まあ、あとこれ多分数日したらすごいモリモリ掘られて、デコボコになってるんじゃないかなと思います。はい、まあ、今回短いですけど、特にねやっぱ変わりはないんですよ。元気そうにはしてると思ってますんで、引き続き何人どれぐらい生きるか分かりませんけどね、一応3、4年って聞いてますが、生きてくれればなと思います。はい、じゃあ今日はね掘ってるところでお別れしたいなと思いますあ、やめた、やめましたね。はい、下入るかな、入らないということでございますね。はい、ということで見ていただいてありがとうございました。ぜひともね前の動画とかと色比べてもらえればかなりわかると思いますんで、そちら見ていただけたらと思います。ではまた、別の動画等でお会いいたしましょう。お疲れ様です。またね。